本日はですね、皆様にヒカリン流の血のりセーラーの作り方を教えたいと思います。ヒカリン自体が結構大雑把なので、あまり器用じゃない人でも簡単にねできる工作チックな血のりセーラーの作り方を今から教えたいと思います。まずですね、これ今ヒカリンが着てるやつも一応血のりセーラーなんですけど、こちらは焦がしとかカッピングとか入ってますね、いろいろ、ビザリとか入ってます。ちなみにこのセーラー服は、ルーシーポップっていう、すごい正統派の可愛いセーラー服のブランドなんですけど、血のりをかけてもね、返り血を浴びても可愛いブランドさんです。そして今日やるセーラー服はこちらです。こちらヒカリンがライブで着てるんですけど、こちらもルーシーポップさんのやつなんですけど、こちらのねセーラー服、魔界真珠っていう風に着てるやつなんですけど、結構返り血が落ちてきてしまって、ちょっと人殺しでは足りなくなってきたのでね、後ろなんてもう真っさらですよ、ピュアですよ、純粋だから、ちょっとこいつをね毒していこうかなと思います。悪くしていこうかな。ついでにですね、こっちのセーラー服もちょっとやってみようかなと思います。どっちも長袖ですが、長袖がいいとかっていうのは全然なくて、家にあるセーラー服でいいと思います。それではやっていきます。まずですね、必要なものがこちらですね。こちら血のりです。新宿が近くにある人は新宿の岡田屋さんで売ってます。で、色がすごく重要なんですけど、この R07 っていうドレッシーレッドですね。店頭で見るとですね、こちらの赤が暗く見えてしまって買わない人が多いかなと思うんですけど、非常に血に近くなるのはこちらの赤、暗い赤なので、絶対みんな血のり買いに行くと色が多分パターンが5種類ぐらいあると思うから悩んじゃうと思うんですけど、こちらのね色を買った方がいいと思います。こうですね、こんな感じです。こんな感じになります。じゃないと結構ケチャップみたいになってしまって、格好つかない、舐められるので、こっちの07番がおすすめです、ヒカリンは。そして次がですね、これです、ニススプレーですね。血のりを塗った後にニスを塗ると、洗濯しても落ちづらくなります。で、このニススプレーがあった方が血のりだけよりも化粧っぽくなって、ちょっと高級感というかが出るので、かつスプレーの方が塗りやすいのでおすすめです。で、ベランダとかでやった方がやっぱいいですね。あと血のりってそのままつけると水性なので、割と衣装用の赤い絵の具とかじゃないと水性なので、洗濯で落ちてしまったり汗で体に赤いのがついてしまったりするんですけど、ニスをちゃんと塗るとそういうことがなく済みます。そしてこちらはやりたい人だけって感じですが、ライターですね。なんか燃やしたりとかしたいところをライターでやるといいと思います。あと血のりがいい感じに飛ばしたいよっていう人は、これ後でお見せいたしますが、たわしやブラシ、ハケですね。ちょっとこれレナーの歯ブラシなんだけど、いっかな見て、レナって書いてある、レナこれ武田レナが武田レナがね、ヒカリン知事でお泊まり来た時にね、じゃあレナって名前書いとくねっつって、ね、綺麗なブラシじゃあレナをちょっと召喚します。レナで血のりセーラー作ります。で、あとは安全ピンですね。欠かせないアイテム、安全ピンはもうね、心の痛みの分だけつければいいんじゃないかなと思います。それでは早速血のりをセーラー服にかけていきたいと思います。ですね、まずですね、最初は結構割とそのままかけちゃって大丈夫です。勝手にこうなるの で逆にですね、手で塗ろうとしちゃうとベトついちゃって、手であまりにも塗りすぎちゃうとちょっとのっぺりとした感じが出すぎちゃうので、こっちがそのちょっと悪い例ですね。これ手で多分塗ったのが多いんでしょうね。ちょっとのっぺり感わかりますか、これなんか遊戯王の目みたいなのがいっぱい手で塗りすぎるとこうなっちゃうんですよ。だから手は使わないでやった方が綺麗というか、本当の返り血を浴びた感にはなります。じゃあね、このまま引っ掛けるとこうなっ
るっていうことでね、血の雨ということで、じゃあこっちこれでやるとどうなるかと言いますと、まずこれでやるとこれでこうつけるじゃないですか。そうするとこういう細いねシャーみたいなやつができます。こうやってで、かつあのいい感じに飛び散るので、すごく繊細な返り血というか血ができます。で、これもなんかあまりね、こういう風にやると荒治療というか塗りましたよ感が出てしまうので、ほぼほぼこう塗るっていうことはしないで、もう叩くみたいなことをした方がいいですね。空中でもう魔法かけてるみたいな、こっちでこうシャラン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 ってやってた方が忍びセーラーはかっこよく仕上がります。だってほら見て、これより絶対多分このゾーンの方がかっこいいじゃん。で、これあの水性なんでお風呂でやってても大丈夫です。ただね、そのままにしとくとね、すごい人殺しでもしたのかって思われてしまいます。だいたいそのネイルサロンのお姉さんなんかも血のネイルしてくれって言うとマニキュアをこういう感じで飛ばしているので、正しい血の飛ばし方っていうのは多分ミラージョのデビコシャみたいな感じだと思います。そしてですね、歯ブラシ、歯ブラシはコテ出したいところでカリオはおすすめしてます。あとはこう細かいところとかで指でやるとスラみたいになっちゃうんですけど、歯ブラシでやるとちゃんと濃く出るので、このあれか、例えばですよ、しのりセーラーを作る彼氏持ちリア充系女子のために彼氏のねなんか名前をねめっちゃ入れまくるとか、そういうことしたらすごくヤンデレ可愛い感じがありますね。光はまだこの真珠って書いてきますね。なんか見えないところにね、そういうのがあるっていう。で、なんかバンギャの方とかはここに好きなメンさんの名前を入れたりとかするのもすごくロマンチックなんじゃないかなと思います。真珠かつその歯ブラシは上だけ濃くて下だけ垂れてるみたいな感じも簡単に演出できるので、数字みたいな感じです。数字みたいな感じを簡単に演出できるのでおすすめ。はい、武田玲奈どう、何があったんだ玲奈この歯ブラシだって感じになりましたね、これお前口の中出血で大量大丈夫かってなりましたで、玲奈ちゃんに会ったらねぜひ心配してあげてください。そして楽しいですね、まあ全部なくてもね、どれかしら どれかのアイテムがあればね、全然いいと思うんですけど、魂も変わったことが、変わった模様ができるっていう、こうなんか、すごく引っかかれた跡みたいな感じにできるので、こういうのをやりたい人は魂でやった方がいいかなと思います。また、これの上に魂でこういう模様を作った後にこれをこうやってやったりすると、余計戦ってきた感が増えますね。あれ大丈夫かな、光の太ももがこういう感じです。でも一番やっぱりおすすめなのはこれです。これです。これ多分ね、料理用のグッズですね。これハケじゃダメなのかって思う人とかいるかと思うんですよ。あのチークブラシだったり、あの習字のハケとかあるじゃないですか。あれだと血のりってちょっとねネバネバしてるんですよ。ネバついてるから毛に全部吸われちゃうんです。だからこうやってやっても毛に全部とどまっちゃって飛ばないので、こうゴムゴムゴムがいいと思います。そうなんですよ。だからまあとりあえずまあこんな感じで、なんていうんですか、あのショカット、キットカットみたいな感じにしたい人はこれをね、こうやってね、このメトロノーム、メトロノームみたいな感じに揺らすのがポイントですね。そうすると細かい傷、細かい線がたくさん入ります。キットカット、キットカット、私の腕はキットカット。そして結構すげえバーってやる限りはちゃんと浸透が早いので、はい、真珠をじゃあ決まりますね。これを見て作ってくれる方はぜひここにね、あのピカリンってピサマって入れてくれたら抱きたいなって思います。そしてね、本日やったやつも割とこうやってやるとなんかいい感じについたりするんで、お掃除がてらね。で、か
かつわざと下に垂らしたい人はハンガーにかけながらやると勝手に下に垂れていくので、こうやってやって下に垂れていくんで下に垂らしたい人は。で、あとはお金に余裕があるというか血のりに余裕がある方は何種類か色を買うといろんな人を殺害したみたいな感じになってオリジナリティというか魔力が高まります。ライターはですね、この襟があるんですけど、襟のところ、ここ焦げてるの分かりますか？これライターでやったんですけど、これをね、まあ、フリルを燃やすなんてなんで残酷なんだろう。残酷で美しい。いきますよ、こうやってやって、火で炙ります。あ、血のりがジュージューってる。あ、やばい、火事になる、火事になるみたいな感じでやればいいかなと思います。こういう感じで、燃やしたいところを燃やしていくといい感じの熱いよ。まあ、でもね、ライターは気をつけてください。こんな感じです。っていう感じです。まあね、ちっちゃい子はね、炙るのはやめた方がいいかもしれないですね。ライター使ったことある人だけこうやってやった方がいいかもです。まあ、チャッカマンの方が危なくないですね、どうしてもやってたい人は。で、あとはお風呂場でやってた方がもしガーってなったら水ですぐ消化できるので、そういうところでやった方が健全です。健全です。じゃあこれで、こんな感じで、そろそろね、ニスの方をかけていこうかなと思います。こういう感じです。縦にするとこんな感じで勝手に垂れてくれます。なので勝手にユニバのゾンビ感みたいな出してくれます。リア充がみんなユニバのゾンビに会いに行くだろう。まあね、でもチナリンセーラーってね、そういうところに行くのに一緒にね、二人で来ても可愛いと思います。そしてニススプレーの出番です。このニススプレーをかけていきます。ここら辺からかけていきます。これ塗った直後はね、塗ったっていうかかけた直後は分かんないんですけど、かけてしばらくするとカッチカチになるんですよ。あら、虫かけてしばらくするとこの制服がカッチカチになります。魔法陣チップのやつとか完全にするとすごいライチ光クラブ感もあって可愛いかなと思います。で、あとこちらのセーラーはルーシーポップさんのセーラーじゃないので、光がプロデュースしたやつなんですけど、やっぱルーシーポップさんのやつに比べて生地がちょっと薄いんですけど、生地が薄いセーラー服の方が血のりのよりはいいかもしれません。生地が厚いとどうしてもやっぱり反映されづらさは若干ありますね。だからこっちの方がちょっと色が鮮やかな感じが。そして安全ピンを、己の罪の数だけ、大体なんかこの襟あたりに刺しまくるのがおすすめです。こうやってたまにね、黒いアンピンがね売ってるんですよ。それたまにしか売ってないんだけど、黒いアンピン刺しまくるとかっこいいですよね。で、サイズもね、大きめのからちょっと小さめのまで混ぜてもいいと思うし、統一してもいいと思うし、こういう感じでね、チャックの部分のところとかね、つけたりしてもいいかもですね。ね、こちら血のりセーラー完成です。完成しました。
で、あとこちらもできました。じゃじゃん、こんな感じです。こっちは血多めにつけてますね。ライブで着ててよく洗濯するので落ちることも想像して、こんな感じで、血塗りセーラー作るのって意外とすごく簡単なので、今日はみんなに説明するために長くのんびりやってたけど5分ぐらいです戒律作業ってできることなのでね、もっと世の中に戒律セーラー、血塗りセーラーを着た人が増えればいいなって思います。血塗りセーラー着てる女の子は100倍もすね可愛く見えるので、ぜひあのね、ヒカリンに会いに来るときは血塗りセーラーを着て会いに来てください。そしたらもうトロワマスしたい、トロワマスしたい、愛やめたいほど愛したい、犯したい、というわけでぜひこの人間界に血塗りセーラーを着てね、ヒカリン様に会いに来る、いや、ヒカリンに会いに来なくてももう血塗りセーラー着てよ、着ていいよ、着て、あ、でもな、それはちょっと血塗りセーラーフェチに、あともう一個です、この包帯とかあるじゃないですか、この包帯にも血のりをつけてこういう風にやると結構これセーラー服着た時にセットみたいな感じで可愛くできますので、ぜひ皆さんも真似してみてください。すごいご飯の匂いする、どっかご飯してくというわけでヒカリン流血のりセーラーの作り方でした。真似してヒカリンに会いに来てください。